プリンス・オブ・ウェールズは、イギリス海軍の戦艦。キング・ジョージ五世級の二番艦。艦名は、当時の国王・ジョージ6世の兄王であるエドワード8世の即位前の称号、王太子に由来する。1937年1月初頭に建造を開始。1941年1月に竣工後、本国艦隊に所属。 訓練未了で工事続行中の5月中旬、ビスマルク迎撃作戦に投入される。ランスロット・ホランド中将の指揮下で行動中の5月24日、朝、巡洋戦艦フッドと共に、ドイツ海軍の新鋭戦艦ビスマルク及び、従順プリンツ・オイゲンと砲撃戦を行う。ビスマルクの砲撃で、フッドが強沈し、ウェールズも環境に被弾して被退した。その後は、 フレデリック・ウェイク・ウォーカー少将の指揮下で、ビスマルクを追撃するが、ウェールズは、燃料不足で戦場を離脱した。修理後のプリンス・オブ・ウェールズは、首相ウィンストン・チャーチルを乗せて、大西洋を横断し、カナダのニューファンドランド島に移動。そこで、アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトが上官する。会談の結果、8月12日に、本館官場で、 大西洋憲章が締結された。9月、地中海戦線に投入され、マルタ輸送作戦で活躍した。10月、極東情勢の悪化に伴い東洋艦隊に編入されて、シンガポールに移動する。太平洋戦争開戦直後の12月10日、 日本軍のマレー作戦を阻止するため、マレー半島沖合を行動中の Z 部隊を、マレー部隊機化の日本海軍陸上攻撃機が襲撃する。このマレー沖海戦で、プリンスオブウェールズは、魚雷と爆弾多数を受けて沈没した。本艦沈没時に、東洋艦隊司令長官、トーマス・フィリップス大将と艦長ジョン・リーチ大佐も戦死した。イングランドには、 伝統的に国王が即位後の最初の戦艦には国王の名前を付ける慣習があった。当時の国王はジョージ6世であったために当然同級の一番艦はキング・ジョージ6世となるべきであった。しかし父のジョージ5世の知性の間はワシントン軍縮条約によって戦艦が建造されなかった。 また、戦王であるワニエドワード八世は、世紀のスキャンダルと言われた王冠をかけた恋により、自ら退位しており、短い知性の間にその名を付けた戦艦は、建造されなかった。そこで、不王の名前が一番艦に名付けられ、キング・ジョージ五世となり、アニ王は、ジョージ五世時代の称号である王太子プリンス・オブ・ウェールズとして二番艦に命名された。ジョージ六世自らの名前は、 即位前の称号である、ヨーク公爵として3番艦、デューク・オブ・ヨークに残されている。プリンス・オブ・ウェールズは、キャメル・レアード社バーケンヘッド造船所にて、ワシントン海軍軍縮条約明け直後の1937年1月2日に、建造を開始、1939年5月3日に、浸水した。偽装途中の1940年8月には、 ドイツ空軍の攻撃を受けた。1941年1月19日に、艦長ジョン・リーチ大佐の指揮下で収益したが、3月31日まで完成しなかった。なお、俳優のエズモンド・ナイトが、砲術士官として、ウェールズに配属されていた。プリンス・オブ・ウェールズは、チャーチル首相のお気に入りであり、収益直後は彼に、世界最強と言わしめた戦艦であったが、 完成が遅れ十分な訓練ができないまま、第二次世界大戦に投入されることになる。5月、ドイツ海軍は、戦艦や従順洋艦による通商破壊を目論んで、ライン演習作戦を発動した。その頃のプリンス・オブ・ウェールズは、上院の完熟訓練が魅了であり、また、手法の故障等の問題を抱えていた。艦内では、 ビッカースワームストロング社の民間人工員が工事を続けていた。5月20日昼過ぎ、スウェーデン海軍の航空巡洋艦ゴトランドがカテガット海峡でドイツ海軍の戦艦ビスマルク及び護衛部隊と遭遇し、本国に連絡する。その情報は直ちにイギリスに伝えられた。イギリス軍は航空紹介を厳重に行い、21日に ノルウェー南西部ベルゲン南方のグリムスターフィヨルドで、ギュンター・ユッチェンス中将が指揮する戦艦ビスマルクと、従順プリンツオイゲンを発見した。オークニー諸島、スカパフロー所在の本国艦隊司令長官、ジョン・トービー大将はいくつかの対応策を指示しており、その一環として、本国艦隊の主力艦艇を二つに分割した。本国艦隊副司令長官、 巡洋戦艦戦隊司令官ランスロット・ホランド中将に対しては、巡洋戦艦、フッド、新衛戦艦プリンス・オブ・ウェールズ、駆逐艦6隻を引き連れ、ビスマルク部隊を捕捉するために、アイスランド方面に進出するよう命じた。5月21日深夜、フッドとプリンス・オブ・ウェールズは、本国艦隊機関キング・ジョージ5世に見送られて、スカパフローを出発した。 5月23日夜、デンマーク海峡を紹介中の従順2隻から、ビスマルク部隊発見の通報を受けた。ホランド戦隊は、駆逐艦を残して進撃した。5月24日朝、アイスランド近海の大西洋上において、ホランド戦隊は、リュッチェンス部隊を発見し、砲撃戦を開始した。ドイツ側は、戦闘艦が、プリンツオイゲン、公表に、 ビスマルクが航行していた。フッドは戦闘を進むプリンツ・オイゲンをビスマルクと間違えて砲撃し、プリンス・オブ・ウェールズはビスマルクを狙ったので、ホランド戦隊の砲火は分散してしまった。ドイツ側は2隻ともフッドを目標にして砲撃を開始した。なお、リュッチェンス部隊の後方には、従順洋艦ノーフォークとサフォークとが追走しており、 戦艦同士の砲撃戦の最中も時折ビスマルクに向けて砲撃していたが遠距離砲撃のため命中しなかった。砲戦開始から10分も経過しないうちにビスマルクの第5聖車がフッドの第2煙突と後部マストの中間に命中した。フッドは合鎮しプリンスオブウェールズの陸民に衝撃を与えた。ウェールズはフッドの残骸を回避するため右に舵を取り、 プリンツオイゲンとビスマルクに近づくことになった。しかも、フッドとほぼ同じ功績だったため、ドイツ側は、照準を修正せず、効果的な射撃を行うことができた。ウェールズの環境に、ビスマルクの主砲弾が命中し、環境乗り組員のうち3名以外は全員戦死した。環境下部の功績記録係士官は、伝生官から血が滴り落ちてきて、 被弾と惨時に気づいたという。この回戦で、ウェールズに命中した弾丸は、ビスマルクの15インチ砲弾4発、オイゲンの8インチ砲弾3発であった。公会長を含む、士官2名、下士官11名が戦死、士官1名と、下士官兵8名が負傷する。羅針環境、レーダー操作室、関西企業集クレーン、複宝4門と、包囲板、 探偵と関西機が破壊されたり損傷を受けた。喫水戦艦の命中弾では400トンの浸水被害が生じた。さらに放船中のウェールズの手法が次々に故障した。トービー戦隊が南東400マイルまで来ているの知った。リーチ艦長は退避を決断する。ウェールズはプリンツ・オイゲンの魚雷の射程に入る直前に点出し、 リュッチェンス部隊と距離を取った。砲戦開始から21分が経過していたという。ビスマルクの艦長エルンストリーンデマン大佐は、プリンス・オブ・ウェールズを追撃して撃沈することを望んだが、リュッチェンス・提督は通称破壊作戦や、トービー戦隊の接近などを総合的に判断し、手追いのウェールズを見逃した。午前6時32分、リュッチェンス・提督は、 上級司令部に、巡洋戦艦1、おそらく、フットを撃沈。大道の戦艦キングジョージ5世もしくはレナウンは、損傷を負って逃走。2隻の従順はなお直接を維持と報告した。デンマーク海峡海戦で、プリンス・オブ・ウェールズは、主砲の故障に悩まされた。最初の正射を放った直後に、英法塔が故障したが、第三者が、 ビスマルクの燃料タンクとボイラー室に損害を与えた。総合すると、ビスマルクに14インチ手砲弾3発、プリンツオイゲンに14インチ手砲弾1発を命中させた。ウェールズがビスマルクに与えた損害は予想以上に大きかった。艦中央部に命中した1発は不発だった。2発目は重要区画に飛び込み、2番ボイラー室でボイラー2機を 使用不能にし、乗組員5名が負傷した。艦首左限水線部に命中した一発は、燃料タンク2つを貫通し、燃料供給弁も壊した。ビスマルクは1000トンあまりの燃料を使えなくなり、作戦行動に支障をきたすようになった。さらに、艦全部への浸水で前方に2度、内視3度、左に9度傾斜し、バランスを取るために、 完備区画に注水しなければならなかった。速度は最大で28ノットに低下し、壊れた燃料タンクから油の尾を引くようになった。ドックに入って修理しない限り、長期の作戦行動を取れなくなったのである。リュッチェンス提督は、プリンツオイゲンのみに通称破壊作戦を続行させ、ビスマルクをフランス西部の基地に帰投させる決断を下した。 ビスマルク尾行を続けるウェイク・ウォーカー少将は、フット生存者の捜索を駆逐艦に任せ、引き続き従順2隻を引いて、追跡を続けた。損傷した、プリンス・オブ・ウェールズは、ウォーカー少将の指揮下に入り、従順2隻と合流して、ビスマルク追跡任務に従事した。ビスマルクの方も、しつこいウォーカー戦隊3隻を、ビスマルクの護衛艦とみなすことにしたという。 5月24日午後、チャーチルと海軍本部のダドリー・パウンド元帥は、ウォーカー戦隊がビスマルクの随伴部隊と化したことを有料していた。パウンドは、プリンス・オブ・エールズをして、戦闘を再開せしむることに関し、いかに考慮しありや、と打電した。事実上の失跡であり、ウォーカー少将はビスマルクに砲戦の挑む決意を固めた。リュチェンス部隊では、プリンオイゲンが、 通称破壊作戦続行のために分離し、ビスマルク単艦となった。ウォーカー戦隊3隻は再び、ビスマルクと砲火を交え、プリンス・オブ・ウェールズは12戦車を行ったところで、全部の手法2門が動作不能となり、射撃を中止した。距離2万8000以上の遠距離砲戦で、砲撃条件も悪かった。ビスマルクも散発的に手法で応戦した程度で、 双方とも命中弾を得なかった。続いて、イギリス空母、ビクトリアスのソードフィッシュ9機がビスマルクに雷撃を観光し、魚雷一本を命中させたが、損害警備であった。空襲から約1時間後、プリンス・オブ・ウェールズは、距離1万5000メートルカナダのビスマルクに向けて、主砲に正射を放ち、ビスマルクも、主砲の正射で応戦した。 命中弾のない砲撃戦は短時間で終わり、ウェールズはビスマルクと距離を取った。またビスマルク追跡中にイギリス輸送船団遭難者の救助を行っていたアメリカ合衆国沿岸警備隊の監視船、モードックと遭遇したウォーカー船体はこれをビスマルクと誤認して沈めようとした。走行しているうちにウォーカー船体はビスマルクを見失った。 プリンスオブ・ウェールズは燃料不足になって離脱した巡洋戦艦レパルスの大艦としてトービー長官の指揮下に入った。だが、ウェールズやビクトリアスも燃料不足となり5月25日に補給のためアイスランドに向かった。その後、本国のロサイスに戻ったプリンスオブ・ウェールズは6週間にわたる修理を行った。プリンスオブ・ウェールズは大西洋を渡り、 カナダへ移動、チャーチルライ一行を乗せて、ニューファンドランドラブラドール州、プラセンティア湾のアルゼンチア海軍基地に到着。8月10日から、アメリカ大統領ルーズベルトとの会談が始まる。12日、プリンスオブ・ウェールズの艦上で、大西洋検証が締結された。9月、プリンスオブ・ウェールズは、地中海戦線に投入される。 クレータ島撤退作戦後、イベリア半島南東部ジブラルタルを拠点とする H 部隊を増強するため、本艦とネルソン級戦艦2隻などが地中海に派遣された。9月下旬、ジブラルタルからマルタへの増援戦団を護衛するハルバード作戦に参加した。イタリア海軍の新鋭戦艦2隻などが出撃したが、戦艦同士の砲撃戦は起きなかった。 輸送作戦は成功した。この作戦中、プリンスオブウェールズは、味方のフルマわ戦闘機を2機撃墜してしまっている。シンガポールに到着した、プリンスオブウェールズ10月25日に、チャーチル首相の強い要請で、今後予想される、日本軍なんかの抑止力として、プリンスオブウェールズのインド洋への派遣が決まった。パウンド元帥は、自分を補佐していた。 トーマス・フィリップス中将にこの部隊の指揮を取らせた。さらに、シナ方面艦隊を解体して東洋艦隊に統合することにした。東洋艦隊がこのような最新戦艦を持つことは前例がなく、ドイツとヨーロッパで戦争遂行中に日本と海戦間近と見られていたとはいえ主力艦を問うように開港したのは相当な意味があった。 チャーチル首相とイギリス軍はプリンス・オブ・エールズ及びレパルスによりイギリスの植民地であるマレー半島やオーストラリア、さらには当時イギリス軍が聖火権を持っていたインド洋への日本軍の侵攻を阻止、または断念させることを目的としていたのである。その観測の根拠はそれほど的外れなものではなかった。チャーチル首相は ビスマルク一席にイギリス海軍が翻弄され、さらに姉妹艦ティルピッツ一席が大きな戦略上の障害になっていることを説いた。プリンス・オブ・ウェールズは11月28日セイロイン島コロンボに到着し、12月2日には巡洋戦艦レパルスと共にマレー半島南端に位置するシンガポールに到着した。ここはイギリスの植民地であり、 同時に、イギリス軍の重大拠点でもあった。マレー半島防衛のために、イギリス極東軍が準備していた計画を、またドール作戦と呼ぶ。ウェールズは、東洋艦隊の機関として、フィリップス大将の指揮下に入り、有事の際はフィリピンを除く、東洋連合軍海軍を統一指揮することになっていた。なお、空母インドミタブルが合流する予定であったが、 ジャマイカを出港直後に座礁したため合流できなかった。それに代わる空母、ハーミーズも速力が足らず配備されなかった。そして、他の空母を欧州戦線や地中海戦線から引き抜き、極東に派遣できる余裕はなかった。太平洋戦争開戦直前の時点における、英国は、プリンスオブウェールズを世界最強とみなしていた。 日本海軍が有する長戸型を含め、対抗できる、日本側の戦艦戦力は存在しないとされていた。日本海軍が新世代戦艦を建造していることは、列強各国にも知られていたが、その性能は16インチ砲9門ない1 0門基準排水量4万から4万2000トン、速力27から30ノットという推定であった。 日本軍の陸上部隊の輸送には対抗上、戦艦の護衛が必須と思われ、これを調達できない。日本軍は、マレー半島での作戦遂行が著しく困難になるはずと考えられていた。何よりも当時の常識では、行動中の新式戦艦が航空機に撃沈された、事例はなかった。さらに、イギリス軍は、日本軍機の性能を過小評価していた。 対峙する日本海軍においても、その航空戦力発展に大きく寄与してきた、連合艦隊司令長官山本56、大将でさえ、1941年12月10日朝の、機関長戸において三話義勇連合艦隊参謀に、リナウンもキングジョージもやれるかな。リナウンは撃沈できるが、キングジョージは大破だろうと声をかけた。山本と3話は、 イギリス新鋭戦艦を撃沈できるかどうかにビールをかけた。イギリス軍が東洋艦隊に最新鋭戦艦と高速戦艦を配備したという情報は日本軍の作戦計画に影響を与え連合艦隊はマレー部隊に潜水戦隊と陸上攻撃機を増強して対応した。さらに南方部隊本隊とマレー部隊の水上部隊で対処することにした。 日本軍の南方作戦において、海軍側の総指揮官は、第二艦隊司令長官、近藤信武中将で、高尾型重巡洋艦2隻と、混合急高速戦艦2隻を有していた。マレー作戦を担当していたのは、南図海艦隊司令長官、小沢寺三郎中将で、主に陸軍輸送船団の護衛を担う。指揮下に、最上型重巡洋艦4隻、 第三水雷戦隊と二個潜水戦隊、さらに増強された基地航空部隊を有していた。現場の南方部隊本隊やマレー部隊では、同部隊の昼間砲撃力では、イギリス東洋艦隊に明らかに劣るため、艦隊決戦に勝機を見出せず、野戦に活路を見出すしかないと思われていた。記述のように、日本連合艦隊は、イギリス戦艦二隻の増援に対して、 マレー部隊に、陸上攻撃機を増強しており、キング・ジョージ五世についても、撃沈は無理でも大破させることは可能、リナウンは撃沈できると判断していた。うがきまとい少将は、五人の命よりせば、ここに飛び込むは、我が戦あり、キラーあり、大順数隻推薦あり、カフルに高速戦艦二隻ある上南部物印に、我が攻撃機体の相当優勢なるものあるを知るや、知らずや、 無謀と言わざれば、その傍若無人振りを称すべきなりと余裕を持っている。英戦艦2隻は、カモがネギを追って現れたる海戦をなんと命名するや、というマレー沖海戦に臨むことになった1941年12月8日、未明に実施されたマレー作戦を機に、太平洋戦争が始まった。東洋艦隊では、主力艦艇で、Z 部隊を編成した。 フィリップス提督はイギリス空軍の支援を要請したが実施されなかった。Z 部隊率いる水上艦部隊とサイゴン方面の飛行場に配備された基地航空部隊が迎え撃った。Z 部隊はアナンバス諸島を迂回して日本軍輸送船団の上陸地点にシンゴラに向かった。 12月9日15時15分、日本軍の潜水艦 E65 が Z 部隊を発見した。E65 は敵レパルス型戦艦2隻未ユ、地点チサ11、進路340度、速力14ノットと報告する。南方部隊は全水上部隊を集結させて翌朝決戦の意図を示した。マレー部隊は、 従順や水雷戦隊による夜戦の用意を行いつつ、帰下の第22航空戦隊による夜間攻撃を試みた。Z 部隊では情勢を検討し、21時45分に反転して基とに着いた。12月10日午前0時、立港は南図海艦隊機関の従順長海を衛戦艦と間違えて照明弾を投下、夜間来撃の準備に入り、鳥海が、 敵味方識別を懸命に訴える一幕もあった。この頃、潜水艦位、e、58が Z 部隊の反転を確認して、各方面に通報したが、上級司令部までに届かなかった。Z 部隊では、日本軍がクアンタンに上陸中との情報を入手し、同東か午前2時20分に道地へ向かったが、日本軍と遭遇せず、反転して、シンガポールに向かった。 マレー沖海戦で日本軍機の攻撃を受け回避行動を行うプリンスオブウェールズとレパルス。同等日昼間、Z 部隊は南シナ海において行われたマレー沖海戦で96式陸上攻撃機とカノヤ海軍航空隊の1式陸上攻撃機の大部隊に襲撃された。日本時間午前11時45分。 フォアシセオ音予備少尉が指揮する96立候が Z 部隊を発見して通報した。同期の誘導により、まず、ビホロゾラの96式立候発揮による水平爆撃から始まり、レパルスに爆弾一発が命中して勝破した。続いて元山ゾラの96式立候の雷撃が始まる。第2波空襲開始早々。 プリンス・オブ・ウェールズの推進軸付近に命中した魚雷により、推進軸がねじれ曲がり、回転するタービンシャフトの先端が核壁を連打して破壊した。ウェールズはこの致命的な損傷により大浸水を生じ、同時に操打不能となり、冠水により発電機が故障したため電力も落ちて、後部にある4機の13.3センチメートル、連装療養砲とだけが使用不能になった。 速力が低下し、傾斜して、療養法の運用が困難になり、火事も効かなくなった同艦は、第三次空襲で、相次いで魚雷を受け、回避運動も、対空射撃も、ままならなくなった。合計6本の魚雷と一発の 500kg 爆弾が、命中した。この間に、魚雷推定4本から5本程度が命中した、レパルスは、転覆して沈没した。 航行不能になっていたウェールズでは、13時15分に、総員退去が命じられ、13時20分に転覆、沈没した。日本軍記録では、魚雷7本、5 0 0ラム爆弾2発命中、日本時間14時50分沈没となっている。フィリップス中将と、プリンス・オブ・ウェールズのリーチ艦長を含む、数百人が艦と運命を共にした。日本側は、 来撃50機、爆撃25機が、Z 部隊を攻撃し、3機を喪失した。なお、プリンス・オブ・ウェールズとレパルスの戦死者が士官47名、兵793名と比較的少ないのは、日本軍の航空機が、駆逐艦による、救助作業を、全く妨害しなかったためである。マレー置き換え戦以前にも、イギリス空母、アーク・ロイヤルのソードフィッシュが来撃で、 ドイツ戦艦、ビスマルクの火事を破壊し、同艦の撃沈に貢献した。また空母イラストリアスのソードフィッシュによるタラント空襲や3日前にナグモ機動部隊の艦上機によって行われた真珠湾攻撃では、停泊中の戦艦が航空攻撃により沈められた。ギリシャイタリア戦争におけるサラミス湾空襲では、 戦艦キルキスとレムノスが187の急降下爆撃で沈められたりしているが、これらは港に停泊中を奇襲され十分な対応ができないうちに被害を受けたり、急式化した練習戦艦が被害を受けた結果であった。だが、マレー沖では十分な装備を持ち、万全の準備を行っていた行動中の新式戦艦が航空機の攻撃だけで撃沈された。 戦前の予測では、新式戦艦を航空機で沈めるのは難しいとされていた。だが航空機には勝てないことが明らかとなり、航空機の援護がなければ、艦船の行動や作戦実行が極めて難しいことが認識された。ただし本海戦は戦艦側に上空警戒機が一機もなく、このために立航の攻撃が成功したとする論調もあった。 う垣きまとめは、極東艦隊司令長官機関として、急遽開港せる計りの最新鋭艦も、その無謀なる行動により脆くも、飛行機のために、海底の木図となる、機能来の経過は、核に、航空機の威力を確認せざるを得ず、かつてはビスマークをホームルに参加せる、新鋭の本船艦も案外防御力薄弱にして、 独の復讐江戸のあだを長崎にて打ちたる格好となれりと感想を述べている。戦略的にも大きな意味があった。シンガポール占領を目指す日本軍にとって最大の障害と見られた東洋艦隊主力が壊滅したことはマレー作戦を含めた南方作戦全体の作戦展開に弾みをつけることになった。 プリンス・オブ・ウェールズの撃沈の報告を聞いた、イギリスのチャーチル首相は絶句し、戦争全体で、その報告以上に、私に直接的な衝撃を与えたことはなかったと、著書の第二次世界大戦会コロクで語っている。また、イギリス議会会,会員で、本館喪失を報告した時には、マレーとハワイにおいて与えられた、喪失の重大性を過小評価してはならない。また、 我々を襲ってきた新たな敵の力をも、また絶対の勝利を収めるのに必要な大きな兵力を極東に想像し、整理し、盛り上げることに要する時間の長さも、過小評価してはならないと述べた。プリンス・オブ・ウェールズ沈没のニュースに日本は大いに湧いた。 各主要新聞はトップで報じ、大本営も12月10日午後4時5分の発表で、イギリス東洋艦隊撃滅を報じ、無敵海軍、海の表しを宣伝した。参謀総長から報告を受けた、昭和天皇は、それはよかったと喜んでいる。軍令部でもシャンパンで祝杯をあげたという。連合艦隊機関長戸作戦室では、 キング・ジョージ5世沈没の速報が流れると歓声が上がり、普段は無表情な山本長官が非常に上機嫌であったという。山本は3話に10ダースでも15ダースでもいくらでも出そうと笑顔で語った。また翌日、プリンス・オブ・エールズを撃沈した航空隊員の一人である意気晴き隊員は搭乗機で現場を訪れる。 命を落とした乗組委員の鎮魂のために花束を投下した。マレー部隊指揮官の小沢自三郎中将は、機関長会に、英戦艦二隻沈没と、フィリップス提徳戦士の方が届いたとき、その死を痛んで静かに涙を流した。野村守軍大佐によれば、休憩室の小沢を訪ねて、祝辞を述べたところ、自分もいつかは、彼と同じ運命をたどらねばなるまいと、 静かに答えたという。また、自分も、いずれ、我々にも、同じ運命が来ると、暗淡たる口調で呟いたという。沈没地点北緯3度33分36秒、統計104度28分42秒、北緯3 5 6 0 0零度統計104.47833度、3 5 6 0 0零1 0 4 4 7 8 3 3は、比較的浅い海であり、 レパルスほどではないにしてもプリンス・オブ・ウェールズも比較的到達容易な水深に沈んでおり、晴天時には海面から船体が確認できるほどである。プリンス・オブ・ウェールズを海の木図とした宇垣三参謀長は、稲水深30メートル引き上げは極めて多い。我が船艦席に2隻をかふるも近きことなるべく木図とならざるべしとして、 プリンス・オブ・ウェールズとレパルスの不要を呼び、日本戦艦席編入を狙っていたが、実現しなかった。軍令部でも引き上げを狙い、サルベージの派遣手続きをとっている。1942年1月下旬、小沢長官は、解剖艦、占い守ると第一総解体に、ウェールズとレパルスの沈没位置を特定するよう命じた。2月1日、占い守るは、 ウェールズの位置を確認して、不評を設置した。ウェールズの船体は、完全に転覆した状態で沈んでおり、原則には、大小4カ所の破損穴が、海底調査で発見されている。船首部の破損穴は、完全に貫通している。また、右舷外側スクリューシャフト機部の破損穴は、500キロ爆弾の爆発によって生じた可能性があると、海底調査では記載されている。 海底調査は2回実施されており、最近の調査では、破損穴の一つが土砂で埋まっており観察できない状態になっていることが報告された。沈没時に弾薬庫の誘爆がなかったので、船体には大きな損傷は認められていない。日本軍の戦闘報告では、魚雷命中数は6本以上となっているが、海底調査での箱の数との乖離は、 爆弾の資金弾の見間違いや同一命中を複数カウントされているためでドイツの戦艦ビスマルクの戦隊調査でも同じことが報告されている2014年に中国の違法サルベージ業者によりレパルスと共に破壊行為を受けていることが報じられ作業を行っていた船員が拘束された爆発物を戦隊に取り付けて破壊し破片を クレーン船で引き上げるという手法で鉄くずが回収されていた。ありがとうございます。